小林小三郎は、日本の武士、越後国長岡藩士第三次。米百俵の逸話で知られる。文政十一年、現在の新潟県に、長岡藩士、小林又兵衛の三男として誕生。幼少の頃、暴走により左目を失明する。長岡藩校、ストック館で学び、若くして、藩校の助教を務めるほどの学識深い春英だった。 23歳の時に判明で、江戸に留学をして、当時兵学や法学、洋学で有名な佐久間正山の門下に入る。母親戦争が始まり、新政府軍が高田藩に至るという方が入ると、長岡藩では小林が寄贈した探願書を提出することを決定する。この探願書の内容は、 当時としては珍しく方角の理論から徳川、吉信の斜面を訴えたものである。すなわち、新政府の王政復古のスローガンを逆手に取り、律令に照らせば、吉信の罪は、八逆のうちの、藩にも、藩にも当たらず、むしろこれまでの徳川氏の功績も含めて考えると、六義のうちの、義行に当たるので、律令に沿って、吉信を寒天に処してほしいというものである。 しかし、往来の相乗のため死者を、なかなか出発させることができず、そのうち江戸より、河合継之助が帰還し、単元の無意味を主張して取り消させたため、結局この単元書が提出されることはなかった。明治元年、長岡藩大三次となる。官軍との改戦を反対していたのが、抜擢の理由の一つだとも言われる。 海戦に反対したことだけであれば、長岡藩の過労主座の地位を連綿としてきた、稲垣平介も同様であるが、稲垣は、合戦の直前に逃亡し、長岡城をめぐる北越戦争には参加せず、終戦後になって、長岡に舞い戻ってきたため、藩内での辛抱が皆無で、彼や彼の総領を大惨事に押す空気はなかったという。過労辞席の山本義次は、 海鮮派であり軽視していた。トラサブ三郎は明治4年、病王と改名しているが、その名の通りリウマチ、腎臓病、肝臓病など様々な病を患っていた。しかし、廃藩置県後も、情熱が失せることなく、軍役所に対して、教育行政をはじめとする諸案件について、陳情、単眼を繰り返し行ったが、軍役所から疎まれたらしく、 西洋に専念するよう命じられた。明治10年、当時先のイカホで熱病にかかり、8月24日に、東京府東京市内にあった弟の夕七郎宅で死去。去年50。装置は、東京の谷中墓地であったが、昭和34年に、長岡市内の広告寺に改装された。長男は父に先立ち死亡しており、妻とは離婚していた。 一部の書籍によると、小林小三郎には、子はなかったとあるが、これは、ある意味で誤りである。小林小三郎の像。米百俵の群像の一つ、国間学校を描いた絵図。階級雑誌より、母親戦争の戦災によって壊滅的な打撃を受けた、長岡で、白丸村にある、小福寺の本堂を借り、仮校舎として、国間学校を開校させた。 その後、長岡藩の師藩であった、峰山藩が、長岡藩の宮城を察して、米百票を寄贈したが、分配されることを望む、藩市らに向けて、虎三郎は、国が起こるのも、町が栄えるのも、ことごとく人にある。食えないからこそ、学校を建て、人物を養成するのだと教育第一主義を唱え、その米百票の売却益をもとでに、学校に必要な書籍、 器具の購入にあて、明治3年6月15日に、国館学校の新校者が、坂の上町に開校した。校内には、洋学局や医学局という、珍しいものまで設置され、さらに藩士の指定だけでなく、農民や町民の子供も,も入学許可され、門戸を拡大された。山本雄造の議曲《米百俵》や平成13年の初心に演説で、 小泉淳一郎首相が、米百票を引用したことで、全国的に知れ渡る。工学士儀、小林小三郎女、小学国史明治6年4月間。八戸市立図書館像監視人としても、清志よる銀など、いくつかを残している。小林小三郎の演奏は、藤原秀里と伝えられる。自称、受英の乱の勲行で、 上野国赤堀僧を賜ったというが、史実であるかは怪しい。上野国出身の鎌倉幕府御家人であった、足利高氏の挙兵に協力した地侍であったと推察される。15世紀に赤堀孫太郎京綱が、現在の群馬県伊勢崎市の小木、赤堀城の城主となったことは確実である。文明年間には、名場宗政に城を奪われ、 岩松氏の過老の横瀬氏を頼って、城を奪還した。天文15年、赤堀光月の助は、関東官令、上杉の政小学坊、足利春氏の連合軍に参加して、北条氏康の川越城を攻めて打ち死にした。その家徳を、赤堀光月の助の娘が継ぐべき胸の上杉、の政の書状が、埼玉県立文書館に現存している。 英六三年に、上杉の政から家督を譲られていた、上杉正虎が、上野国を攻略した時には、赤堀氏は、上杉軍に加わって、小学坊、足利義氏、北条氏康の軍勢と戦った。京綱の矢者後の赤堀影秀までは、城をかろうじて守ったがその子、次週は城を捨てて、現在の大田市の北にある由良市の本拠地、 神殿金山城に移り、衰退したものと考えられる。A69 年、由良氏が、上杉謙信を裏切り、御法上氏に就いたため、その幕下層であった赤堀氏は、今度は、謙信と戦うことになった。赤堀氏は、将豪族の悲しさで、小学坊足利氏、上杉謙信、滝川和、御法上氏の勢力の中で揺れ動き翻弄され、 戦国時代の末期には、金山女王っ取った後北条氏に組みしていた。天正18年に、ご北条氏が、豊臣秀吉に攻められると、赤堀氏は、上野国瀬田郡にある山城、御覧殿城にこもったが、ご北条死滅亡により、赤堀一族は六を失った。一部の書籍などに、赤堀氏は、戦国時代末までは赤堀上主で、 最後にご覧伝承に退却してこもったという記述が見られるが、これは明確な誤りである。上野国の老人であった赤堀五郎兵衛が、上野国瀬多軍大御派主であった、牧野安成の宿り危機として、玄名元年に大阪松の陣で奮戦して討ち死にしたことにより、その総領に小林の姓が与えられ、連綿とまた弁を襲名した。小林家は、玄名四年に、 長岡藩主に、牧野家が封ぜられて、以来の精神であるが、戦国時代に、牧野家が、三河国宝藩軍牛久保に本拠を置いた、国人領主であった時代からの家臣ではない。長岡藩では、古参の家柄を、牛久保以来の家柄と呼称していたが、小林家はこれに含まれない。小林小三郎の父、小林又兵は、新潟町武行であったが、小林家は、 長岡藩において大組に所属して、藩主に越権が許され、馬上となることが代々できた。治業は、百国から百数十国程度であったが、累進して二百国を与えられた先祖もいた。長岡藩において、上級藩士の底辺クラスの価格であった。小林小三郎の男子は父に先立って死亡していたが、弟が四人いて、旧長岡藩士。 小林総領家の家督は、小林家の四男となる貞田四郎が相続した。ありがとうございます。